これはレコーディングをされていて、はい、ラジオを聴きの皆さん、こんばんは。恋バナラジオのお時間です。今週も、東京荒川町屋スタジオよりお届けしております。で、今週はですね、声優でいいの？いいですよ。あ、ちょっと待ってね。あ、もしもし。あ、お世話になります。あ、すいません。あ、先ほどちょっとショートメール送らせていただいたんですけども、ちょっと新しいちょっと団体の方でまたお取引させていただきたくて、で、その件でちょっと PC の方から発注書を送らせていただいてるんで、ちょっと一度ご確認いただいてもよろしいですか？あ、すいません。はい、その旨のちょっとご連絡だったので。あと、荒川区の、はい、そうです。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 ええ、そうですね。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。はい。はい、もう一回やり直します。はい。はい。引き裂かれてよかった。奥君は今日は休み？今日は休みでした。休なみ。ので、はい、舞台1個見に行って知り合いのって感じですね。すごいね。ああ、そうか。はい、じゃあ、ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。恋バナラジオのお時間です。今週も東京荒川町屋スタジオよりお届けしております。今週はですね、先週に引き続き、串田千雪さんと、はい。新たに Zoom で、ゲスト参加、青木そうくんでございます。青木さよん、ろしくお願いします。お願いします。はい、はよろしくお願いします。い。声マンラジオに出演するのは、初めてでしたっけ？一回、だいぶ前に、あ、そうです1か。年以上前だと思いますけど、多分。はい。声本の商品、はい。何回も出てるんですよ。何回も。はいはい。だから、はい。聞いたことあるっていう方はいらっしゃるかもしれない。はい。ラジオはですね、沖縄の那覇市全域とですね、あとアプリで、はい。世界で一応聞けるんですけれども、はい。女優小野入さんのおかげで、なぜかニューヨークに来てる方が毎週いらっしゃると。おお。なんかすごくエリアがぶっ飛んでて、広告としては全く意味がないというですね、なるほど。全確く意味かがないんですが、我々に。はい。としてはグローバルな気持ちでトークがはい。いう形なんですね。で、もう、はい。なんだかんだもう3年目、迎えておりましてですね、毎週欠かさず、放送していると。はい。もう継続力のない僕がですね、ここまで続けてこれたのは、ひとえに毎週土曜日に必ず放送があるというですね、決まっているというのはやっぱりすごいですね。なるほど。はい。青木くんの方で何かこう決まっていることってあります？絶対こう、この日にもう毎回決まってるみたいな、もう守んなきゃいけないみたいああ。そうな、今ないですね。確かに、最近、確かに何曜日に必ずこれをやるみたいなのは、今、やってないかもしれないですね。確かに。月に1回、ラジオは月に1回やらせていただいてるんですけども。今のなんか所属事務所さんで、ね、いや、事務所に入る前から、あ、はやい、ってるんです定期か。的に、はい、やらせていただいてて、はい。これは何ラジオ？何 FM？ 市川うらら FM、千葉県市川市、はい。はい、やってるインディーズナイトっていう番組の、僕3週目のパーソナリティで、ま、毎週やってるんですけど、僕3週目の担当なんで、1ヶ月に1回。そうなんだ。初めはい。て知った。あれ、伝えてなかったです。初めて知りましたよ。そういうそうのな隠んすことよくないよ。そうですよ。です。いや、隠してるつもりなかった。伝えた気でいましたね。ちょっと、いや、ちょっと油断ですね、これは。そのラジオはちなみにどんな話をしてるの？結構いろんなコーナーが4つで、パーソナリティが4人いて、まあいろいろコーナーが、まあたくさんあって、僕の、まあ僕が推してるコーナーは男子会っていうコーナーがあるんですけど、男子会、男子会のコーナーがあって、まあパーソナリティは男女2人ずついるんですけど、なんかその男子会、高校生男子の部室みたいな空気で、男子ってこんなこと喋ってるなっていうのを、男はノリノリで喋って、女子はバカだなって聞くっていう コーナーがあります。
コーナー何分ぐらいあるの、そのラジオ番組自体は、尺は。番組は1時間です。1時間あって、1時間あって、そのコーナーがまあ 10分ちょっと。はい。なるほど。僕の。素晴らしいですね。うん、はい、ね、この声本ラジオでそんなコーナーなんていうのはですね、存在しない。小野由利の映画の話をしましょうよのコーナーがですね、これは、はい、あの見事にずっと続いてまして、あの渋谷コース FM の時代からずっと続いているというですね、はい、先日はなんとね、井筒和幸監督に出ていただいたというですね。ああ、そうですね、確かに、すごい。はい、そう、篠崎哲夫監督ってね、山崎正義さんが主演の映画の監督さんとかもね、出ていただいたり、はい、あのコーナーだけはどんどんメジャーになっていってるんですけどね、なるほど。あのコーナーだけはもうどんどんマイナーになっていくっていうですね、ああ、ラジオという珍しい構成になっておりましてですね、はい。はい、ちなみにここの、FM レキオというですね、沖縄の那覇市に、局があります。はい、そこのずっとね、はい、僕の担当、まあ、担当っつっても2人しかいないんですよ、あの会社さんがね。でその担当の人がなんか先月で辞めるみたいな、はい、あのことでお世話になりましたみたいなメールがあって、はい、でその件で お疲れ様でしたってラジオを放送したその、翌週にあのやっぱりまだお世話になることになりましたみたいなね、あの帰るのかよみたいな、その返事してるみたいなことやられちゃって、はい、あの、はい、すごくなんかあの気にしてるらしいんですけど本人は、あのもうずっと恋本ラジオのファンでいますみたいな、あの すごいなんか言ってんだけど、あのその翌週にやっぱり残りますみたいなこと言われて、うん、沖縄人ってやっぱ信用できねえなみたいな。いやいや沖縄人それはダメダメ、それでくくっちゃダメですよ。そういうわけじゃない。はい。でこのラジオはですね、毎週土曜日の21時から21時55分までというですね、55分の番組なんですけども、はい、だいたい聞いてくださってる方はどういう人なんですかって聞いたら、まあ主に建築現場の人とか、タクシー運転手さん。なので、まあ、男性層が多いということなんですね。はい。はい、なので、男性層が多いということを意識しながらですね、うん、ぜひ今日は山形の話をしていただければなと。山形。地元山形です。沖縄、はい、山形出身です。山形ですね。はい。山形対沖縄というね、あの戦えるかな。戦いなんですけども、まず気温の低さで言ったらだいぶ勝ってると思うんですよね。そうですね。はい。あと国土ね、面積も多分、あ、どっちが広いんだろう、山形の。山形も広いですよね。あ、多分広いと思いますけど、ね、なんか島を全部入れたらどうなるんだろうって感じですけどね。なるほど、なるほど、なるほど。あ、そうですね、はい、島でもどうなんだろうね。まあ、そんな青木さんなんですが、藤田さん、青木さんの、はい、声優活動を始めるまでのきっかけって知ってます？あ、なんか聞いた気がするけど忘れちゃったな。忘れたんかい。興味ねえな。もう一度、もう一度。まあね、これは僕がちょっと説明させていただきますとですね。はい、最初サラリーマンになりました。はい。青木くんはまずサラリーマンになりまして、はい、そしてサラリーマンになって、うん、まず売上を横領するんですね。まず売上を大金を横領するんですよ。まあ、はい、経理の女性とできちゃいまして。はあ、で、売上大金を横領しまして、それをうまく隠蔽した形でですね、きれいに退職しまして、で、お金ができましたと。はい、で、そこからまあ声優活動をスタートさせたと。それ、きっかけじゃない、まあ、養成所のお金と、あと10年分ぐらいの生活費をまずその会社から着服したわけですよ。なるほど。はい。それで活動を始めたっていう形でよかったですよね、確か。全然合ってないですね。全く合ってないんです。あれ？全く合ってないです。俺から話すって言った時点で嫌な予感はしてましたよ。いやいや、そうでしたかね。まあまあ似たようなもんですけど、まあ大体その普通にサラリーマンやって、やっぱり自分の好きなことやってみたいなというところでですね。はい、それで上京したんですか？上京は大学生の時にして、あ、東京にいながら就職して、うん、はい、東京じゃないです。大学は茨城県なんですけど、茨城なんだ。そうです、大学は茨城なんですけども、うんうん、はい、そこから就職で、まあ、出てきて、そうですね、そっちの都内というか、こっちの方に出てきたのは大学卒業になるんですかね、じゃあそうなると。あ、なんかその茨城はどの辺だったんですか？茨城は水戸です。あ、水戸に、はい、まあまあ、水戸もね、まあまあ栄えてますからね、水戸も。そうですね、はい。水戸所在地のある場所ですからね。はい。なるほど、水戸。なんか茨城にまず行くっていう考えってあんまり聞かないんで、まあ、茨城だとしたらまあ筑波大学とかね、その辺だったらまあそうですね、はい、分かるんですけど、はい、茨城か山形から茨城に出るっていうのはあんまり聞かないというか、
ね、もう完全にもう田舎者の発想なんですけど、はあ、あのもう関東に出たかったんです最初、うんうんうん、もう完全に、あ、でも茨城を完全関東だと数えてるので、なるほどね、あ半分ぐらい東北ですからね茨城はね、そう、はい、もう後々そういう感じになっちゃうんですけど、あ、なるほど、ということで、はい、今週のね、はい、オノエルの映画の話をしましょうよのコーナーがね、のお時間がやってまいりましたので、まずね、このお話を聞いていただいて、その後また青木壮君のね、姿、青木壮君の詳細を聞いていただきたいなと思いますので、はい、はい、聞いてください。はい、じゃあ、一回、まあ多分10分ちょいぐらい、ちょっと待ってね、今ね、まだ来てないんだよな、音声が。あ、今保存した、あ、ちょっと待って、ね、はい。一回ね、おのゆりの映画の話をしましょうよの音声をはめるんで。これ別撮りなんですね、完全に。そう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 、送ってもらってる感じ。どれだ、これはね、また、保存しました。424201。あ、これか。なるほどね。プロの施工をするなら、はい、じゃあ続きをいきます。三世ホームサービス、あ、ちょっと待って、え、これか、よし、ホームサービス、はい、ということで、このゆりの映画の話をしましょうよのコーナーですね。聞いていただきましたけれども。このコーナーの後に毎回聞くんですけど、青木くんは映画を見ますか？映画、そうですね。まあ、そんな多くはないですけど、見には行きます。あ、見に行くんですか？はい、どちらかというと、それはどういう映画を見ることが多いんですか？でも、邦画の方が多いですかね。洋画を見るよりは邦画を見た方が。なるほど。多いですね。日本の映画ですかね。日本の映画とアニメーションとか。アニメ。はい。なるほど。はい、アニメだと最近何を見ました？最近だと先日公開されましたけど、名探偵コナンの。最近。はい。もう去年ちょっと1年流れちゃった作品なんですけども、はいはい、もうなんか我慢ができず公開初日に行きましたね、先週の。はい。これはもう青木くんはやっぱり。アニメ好きなんですね。そうですね、アニメが好きですね。はい。はい、そのコナンは串田さんも見に行ったという。はい、来ました。いうことなんです。じゃあその、はい、その2人でそのコナントークでちょっと盛り上がっていただきたいんですけど。嘘でしょ。何かちょっと青木くんあります？そのコナンの中でその作品についてなんかちょっと串田さん思うところがあるらしいんですよ。いや、ないです、ないです。どうですか？いや。なんか言っていただければ。いや。なんか言ってたでしょ。違うね、もう1年間待ったということでですね、うんうん、この、はい、なんて言うんでしょう、早く会いたいなみたいな。で、私は初日に行けなかったんですけど、うん、はい、日曜日に行ったのかな、はい、日曜日には行きました。うん、日曜日に行った。はい。あ、行って、で、はい、なんか子供がすごい多かったんだっけ？いや、もうね、大人のお友達が多すぎて、うんうんうん、日本のアニメはついに大人のものになったかって思ったくらい。ああ、なるほどね。うん、なんとも言えないこの大人の空気がすごすぎて圧があ、そうそうそう、あ、言ってたの、コナンの声優さんがもう無理って言ってたよね。いや違うんですよ、コナンの声優さんが頑張っ、あ、これ言うのやめましょう。え、声優が声優のことをディスると問題があるという話。あら、そうです、そうです、はい、私は全然気にしないんですが、
要するに、はい、あれだよね、コナンの声の声優さんの声がもうちょっと無理があるんじゃないかという何回も言ってると。無理があると言いますかですね、うんうん、違うんですよ、高山みなみ様は、うんうん、ベテランの方なんですけど、はい、長年あのコナンのこの、うん、まあ高校生の工藤新一がちっちゃくなったバージョンということで、はい、あの男の子なんですよ、うん、あの心も体も、はい、まあもちろん、はい、演じてらっしゃる方は女性ですけど、で、はい、で必死にこの新一の声をやってらっしゃる山口勝平さんの、うんうん、このお芝居も引き継ぎながらのそのね、レギュラーとしてもう何十年もやってらっしゃって同じ役を、はいはいはい、だんだんとですね、うん、あのお声が普段喋っているコナン君のお声も低くなってきたなという。なるほど。どっかで、でもご本人がなんかそういうお話をされてたような気がするんですけど、あ、普段っていうのはあのちっちゃい時のコナン、ちっちゃい時のコナンの普通の喋り方、ちっちゃい時のコナンで、あのなんかパーマみたいなあの変な、あ、違うか、あれか、リボンマイクみたいなやつで、あの、そうです、眠りの心の真似するんだっけ。え、はい、そうです、そうです、合ってます、合ってます、そうです、はい、あれ、え、こうなった瞬間から、はい、小五郎の声の声優に変わるってこと。そうです、そうです。じゃあ それまでは、工藤新一はあのなんかちょっと背高くなってる大人の新一いるじゃん、はい、あれは普段はいないんだっけ、はい、あれは普段だから、あれがちっちゃくなってコナンの姿で暗躍してるんです。そうだよね、はい、そうだよね。じゃああの、はい、大きいバージョンの新一は普段出てこないんだよね。はい、普段は出てこないですね。出てこないんだよね。はい、出てこないです。もうでいいんだよね。はい、はい、うん、OKOKOK。 それでそのちっちゃいあの新一が、はい、コナンっていう名前になってて、そうです、でコナンが事件解決するときに、小五郎を眠らせて、で小五郎の代わりに喋って事件を解決してるっていうのが一連の流れだよね。そうです。これは今でも変わってないの。そうですね今も基本はそこです。あ、そうなんだ。でそうか、それで基本が解決をしていく、何年経っても。はい、はい、いい加減気づけよって話だよね。そうですね。そうですね。うん、でだから人は選んでるみたいですよ、眠らせる人は。あ、そうです。あとごまかせそうな人を眠らせてやってるっていう。あ、あざといね。そうなんです。え、小五郎以外にもじゃあ結構眠るんだ。眠らされる人いますね。あ、で、博士みたいな人がいて、そのリボンのマイク自体はそもそも博士が作ったやつで、編成員が、はい、はい、そうです。声出せるようになってんだっけ。はい、はい、あ、思い出してきた、思い出してきた。コナン昔見てたから今もう全然見てないけどさ、俺結構あのサスペンス系っていうかさ、あの謎解き苦手なんだよね、はい、なんか好き、ああいうの、なんか近代一少年の事件簿とかもそうなんだけどさ、はい、ああいうの見てた。見てましたね。 やっぱすごいなって思う。あ、すごい。すごいなと思いますよ。なるほどね。はい、答えを考えるのがすごいめんどくさい人なんで、僕は。でもそういうのが楽しいんだよね、本来ね。うん、そうですね、見てる人は。はい。で、やっぱりその犯人分かんない。例えば、今コナン。分かんないときは本当に最後まで分かんないときもありますし、あ、この人かなって気づくときもありますよ。うん、なんか、展開で。はい。今回はどうでした？今回は、いや、でも今回意外と分かんなかったかもしれないです、今回。なんか怪しそうな人が怪しいまま終わりました。怪しい人が怪しいまま怪しいまま犯人じゃなかったなく終わったりする。なるほど、なるほど。ほう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 。はい。なんかちょっとあんまり言うとまだ見てない方がいるかもしれないんで、今回そうですね。今回のやつはまあ、うん、見ていただいて。ちなみにそのプライベートで、はい、そういうミステリーな経験ってあります？ミステリーな経験ですか。学生時代に何か、はい、とか、なんかこう、なんか盗んだやつがいてとか。ああ、でもなんかよく傘って盗まれるじゃないですか、ビニール傘とか。傘ね、はいはいはい、うん、すごい。なんか僕本屋でちょっと大学生の時立ち読みしてたら、入り口のそばで、傘立てのそばだったんですけど、はい、ちょうど僕の傘を走って取ってった人がいたんですよ。ちょうど見かけて、うん、でその人が、うん、あの弓道部の袴着てたんですよね、はい、後ろ姿が、うん、で、はい、でそれだけ覚えてたんで、翌日弓道部に友達がいたんで、はいはい、ちょっと弓道着姿のやつに昨日傘盗まれたんだよってその子に言ったんですよ、うん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 、
そしたら、うん、ごめんそれ俺だって言われました。当事者だったと。当事者、僕の傘だと気づかずに走って取ってったらしいですけど、もう僕が言った時間と場所と、うんうん、あれが一致したらしく、なるほど、ごめんって言われました。ああで、その彼はその後青木くんにボコボコにされて全治3ヶ月になったっていうのは本当ですか？いやちょっとそこまでしようとは思いましたけど、しなかったです。そこまでするぐらい傘で向かって、いやいやいや、そんな思わないですよ。笑いましたけど、さすがにこんな早く解決するのかと思いましたけど。なるほどね。怒りがちょっと笑いの方に行きましたね、さすがに。あ、いや逆にその傘を盗まれたことによって青木くんに生じた被害は何だったんですか？多分雨にずぶ濡れになったのか。まあ濡れて帰りましたよ、その日は。それは腹立つよね。うん、そうです。なんで、ないね、はい、友達に言ったら、うん、すぐ見つかったんで、犯人が。さすがにちょっと面白くなりましたね、それ。なるほど、なるほど。なんか、なんだっけ、あのうちのガヤがすいませんっていう番組が最近あって、なんかその、はい、ずっと我慢したことを今解決しようみたいなコーナーがあるんですよ。なんかその、はい、先輩にムカついて言えなかったけど、はいはい、今やる目の前でやりましょうみたいな。で、はい、目の前でやれるとしたら、そいつをあれだよね、バケツに水突っ込んで一回頭からね、ぶん投げて、ね。そうですね。あの同じぐらい水濡れにしちゃったらちょっとスッキリしそうな。同じぐらい濡れてほしいですね。濡れてほしいよね。うん。はい。その感じはありますね。はい。なるほど。まあ青木くんはこう自分で自分のことを客観的に見るというか、その自分はどんな人間だというふうに自負してる感じなんですか？ちなみに自分は何ですかね、なんか先頭に立ってグイグイ行くよりかは、うんうん、なんか後ろから見て、うん、なんか押していくタイプというか、押してあげるタイプというか。そうですね、なんかそうですね、そっちのサポートじゃないですけど、裏方、人に会ったなんかこれをどうなのって言ってあげる方が得意なのかなと思いますね。あ、なるほど。じゃあどうしかと、まあでも声優っていうその仕事に興味持つ部分、まあ例えば、はい、今まで別に普通に声優だけじゃなくてね、まあ僕がやってたりとかもね、はい、出たりとかしてるじゃないですか。はい。まあ、はい、お前なんかあの山田さんのお笑いライブにも出演された。はい。ね。はい。実際こう裏方の声の部分だけをやるのと実写というか、その自分の体を使って表現をするっていう部分の違いというか、自分の中で感じるものってのはどうですか？なんですか、そのやっぱり裏方声だけだと声で全部動きやら表情やら、うん、手先の動きまで全部表現するんですけど、うんうん、実際に自分が出ていくと本当におろそかなところ、なんですか、全部見られてるというか、足先手先、はいはい、視線、本当にちょっと傾いてたりするだけで、なんか意味を持たせないといけないというか、はい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 、はい、そこが最初、うん、全然動けてなくて、立ち姿とかも自分の立ち姿すら分かってなくて、うんうんうん、はい、見てる人からバランス悪そうな立ち方してるとか初めてそこで言われました、ね、やっぱり舞台とか立って、はい、あ、それは見たお客さんに言われたんですか？お客さん、最初は稽古で演出家に言われます。やっぱり声から初めて舞台に行った時はすごく言われます。はい、はいはいはい、はい、そうね、確かに、まあ一番最初うちでもどしかつ裸足の弦の時も動きあるやつでやったじゃないですか。あの時そうですよね、あの弦のお父さんをね連行してボコボコにするよね。ボコボコにするところ、最近不能にするね、もう本当に悪どいね、どいやいや、ひどすぎる警官役だったんですけどもね。言い方が、一応、お国のためにやったんですけど、僕は。お国のために一応。本当に、ね、おまりさんってのはもうね、いつも敵対してるんですけどね。はい、そういう役をやった時も、確かに動きがね、あの市内を振る。そうですね。はい。なんか女の子っぽいよね、みたいな。振り方が、なんか、こう、大胆さがちょっと足りないよね、みたいな。今どう、うんうん、自分がどう振ったらいいのか、その動きに対してっていうのも全然わからなかったので、はい、うん、まあどちらかというと青木くんは背も高いし、はい、スピードタイプに見えるんで結構ガッツリるんじゃないかなっていう風な雰囲気があるわけですよ、もう、はい、強そうな、うんうん、ね、なんかね10人ぐらい囲まれてもなんか一瞬で病院送りみたいなね。それは大変だ。そこまではない。どんな、そこまではない。その時、はい、ベンディみたいな顔してないしね、別にね。そうですね、それは強そうじゃないし、ね、別に、うん、うん、まあでも本当にそういう意味で言うとちょっとギャップがあるなっていうのは
僕の中で、うん、意外と心はあの繊細で、そうですね、うんうん、意外とそういう気にしいな感じなのかなという、そうですね、はい、意外と、なるほどなるほど、じゃあそのまあそういう、まあ、2番手じゃないですけど、その後ろで支える側という部分で言うと、はい、声優っていう部分で言うとそういう感じというかね、まあキャラクターが表に立ってやっている存在を声だけで当ててあげて、その存在を生かしてあげるという感じで、そうですね、はい、でお芝居になると自分自身がそのキャラクターにもなるから、はい、あの全身で表現しなきゃいけない、うん、まあ極端に違いはあるのかなっていう、はい、そうですね、うん、あると思いますね、うん、難しいですね。僕もね、天切りマツコデラックスこの前やりましたけれども、タイトルが長くなってます。天切りマツコ、天切りマツ、天切りマツっていうね、はい、あの田代さんの作品でね、VR ローカー、ね、はい、収録青木君も参加していただいて、串田さんも参加していただいてね、はい、はい、ね、収録みんなで頑張りましたけども、もう本当難しいよね。やっぱりあのいざ演出をつけられると難しいね。自分好き勝手 やってるようなね、普段の YouTube の案件とは違うんで。やっぱり、はい、演出の言う通りにやろうと思うとすごく難しいですよね。やっぱりね。うん、はい。やっぱりちょっとあったりとかしてね。もう段取り忘れまくってるっていうね。うん、忘れますね。うん、まあまあ、それも含めて劇なんですけども。はい、うん、まあ、実際に、それで、まあ、実際にこの声優、というものを、まあ、今何歳でしたっけ？何歳で年公開していいんですか？年はあんまり言わないようにしてますけど。あ、そうですか。じゃあちなみに活動して何年？活動し始めて、そういうちゃんと舞台として出始めたりしたのは4年ぐらいですかね。4年、多分元からです、多分僕ちゃんと、そっか、そうでしたね、元がちゃんと初めてみたいな感じですので、そうですね、3年4年ですかね。3年4年ぐらい、実際に、はい、その前と今で自分の中ではその人生という部分で言ったら、どれぐらい、どういうふうに変わったとか、どういう感じですか、青木君にとって。でも、そうなん、今までは一個のことしかやっぱり抱えきれなかったというか、おうだ、仕事しながら何かとか、なんですかね、これをやりながらこれも同時進行で進めるっていうのが、どうしても苦手だったんですけど、やっぱり、役者業やっていくと、もういろんなことをやってる人が多くて、声優やってたり俳優やってたり、はい、ラジオ出てたりとか、うんうんうん、なんかいろんなものを同時にやってる人が多くて、それをだんだんできるようにはなってきたかなって感じですね。なるほどね。マルチタスクって言うんですけど、はい、そういうの。そうですね、はい。マルチタスクっていうものに対応できるようになってきた。そうですね、だんだんと。これは人生が要は3倍、じゃあ3つできるようになったってことは3倍豊かになってるってことですか、例えば3つだったら。そうですね、でもなんかいろんなことやれるようになって、いろんなことやりたいことが増えてきて、あ、やっぱりたくさん。なるほど。じゃあ、はい、前の方が良かったなって思う部分っていうのはあります？サラリーマンの時の方が良かったなって思う部分はありますか？なんですかね、本当に仕事と休みしかなかったんで、なんか、うん、完全に切り替え、もうオンオフじゃないですけど、もう仕事の日は仕事だけ、休みの日は休みのことだけっていう、なんで、もう100ゼロで切り替えてたんで、あ、ということは今も休みの日であろうとやっぱり芝居のこと考えてたりしてたら、やっぱり100で休む日とかいうのも今やっぱりないというか。あ、それってやっぱ幸せなことですよね。まあいいんですけど、なんかそうなると完全な休みみたいな日は、ない、あと、あ、そうかそうか、そうですね、完全に何も考えないで休む日とかいうのはないなっていう、なるほど、部分ではまあちょっとそれは失ったかなっていう感じですね。なるほど。だからどう考えるかですよね。だからそうですね、考え方が、はい、変わったっていうのは正しいと思うんですけど、うん、まあ要はその覚悟を決めて30歳までって決めて、はい、上京して30歳まで行けなかったら辞めて地元に戻って就職するっていう、はい、人はすごく多い。そうですね、多いですよね、はいはい。で、そうではないパターンじゃないですか。どちらかというと青木君の場合は一回就職してきてるんで、そうですね、はい、その就職した時のその会社員
まあ、そのどんなお仕事してたんですか、ちなみに。まあ、普通に、まあ、サラリーマンで、はい、勤めてましたね。会社で、はい。はい。で、やっぱりその中で、やっぱりその物足りなさっていうか、なんかこっちと違うな、みたいな。みたいな。そうです。はい。で、そこを経てきてるので、辞めるってないですよね、うん、逆に。そうですね、ないですね。どう今のところ。だから辞めて、一般社会だけをやる、一般社会だけをやる、はい、ってすごく怖いというか、え、じゃあエンタメを失っちゃったら、え、俺どうなっちゃうのみたいな、はい。ありますよね。そうですね。多分ね、だから青木くんみたいなあの人というか、そのパターンっていう人はね、すごく多いと思うんですよね。うん。うん。そう。だからまあ、もともとどちらかというと、その僕がこの日本タレント協会って、ね、今名前変わりましたけど、もともと作った理由っていうのはそこだったりするんで、結局、まあ、僕自身がこの団体を作る前というのがね、ゴスペルサークルとかにも入ってたんですよ、4年ぐらい。おお。当時は練馬区に住んでたんですけど、その練馬区の、まあ、光が丘っていうところがあるんですけど、光が丘というエリアで、はい、うちからだいたい自転車で10分ぐらいで行けるようなところでいつも練習している主婦のおばちゃんたちだけがメンバーのゴスペルのサークルを自分で探して、おお、はい、はい、でもここには本当に先生なんかはもう神の声とか言われてるようなゴスペルの本当プロの方が先生で来られてて、めちゃくちゃ高いんですよ、はい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 、おばちゃんたちなんだけど、めちゃくちゃパワーあって、はい、プロレベルなんですよ。だからで、しかも全部英語だし。はい。ホテルの歴史を400年前からあるってことを知って、で、はい、あの400年前に作られた歌なのに、めちゃくちゃかっこいいんですよ。はい。主婦のその普段の抱えてる、家庭で抱えてるストレスとかを、はい、ゴスペルにぶつけてるんですよね。一緒に共鳴してるときに、もうなんつうかな、体が湧き出てくるというかね、パワーが。はい。生命力みたいな。はい。あくまでもこれがただのカルチャーなんですよ。ただのサークルだったんですよ。はい。で、これを僕はどっちかというと、プロという、その、要は普段社会人とかやってる人たち、主婦とかやってる人でも、プロの活動ができるっていう風な場を作りたいなっていうところに。ああ、はい。はい、だからその芸能活動は専門じゃないとできませんみたいな考え方が当時、はい、今はだいぶ変わったじゃないですか、まあ、YouTube 変わりましたね、だったりとか、まあ、ある意味誰でもタレントになれる時代になったじゃないですか、はい、そうですね、ね、はい、うん、だそういう時代に変わったんだけど、でもやっぱりその器用にできる人とね、いや、なかなか自分でそれをできない人っているじゃないですか、はい、言われたように2つのタスクをやっぱりやり続ける難しさってやっぱあるんですよ、やっぱり。そうやって、はい、僕も今一企業のね、あの役員とかもやってますから、全然違う建設会社の役員とかやってますからね、やっぱり会社は利益を追求することしかやってないですから、基本的には楽しさを追求するっていうのは確かにおふざけはありますよ、だけど、はい、基本的にはやっぱり利益を追求していく、うん、で、うん、エンターテインメントはそれだけではないじゃないですか、はい、実際にね、はいはい、それだけでは、それを求めていくんだったら、それをそっちの世界でやるよって世界だから、やっぱそれを知るって難しいですよね、はい、すごくね。はい、はい、うん。だから逆に言うと、今、生活するために、まあ、お仕事はしなきゃいけないですよね、どうしても、はい。やっぱこれだけ食べていけたらいいですけど、はい、なかなか厳しい世界じゃ、はい、大多数が来る。で、そういう時の仕事っていうのは、青木君はどんな感じの気持ちで取り組んでるんですか？例えばもう役者をやるためにただその食いつなぐためにやってんのか、そっちはそっちで自分で設計してやってんのか。ああ、でも、うん、役者の方を中心に仕事は選んじゃってるところはありますね、どうしても。うん、串田さんはどうしても。うん、私は、んでも、うん、人の役に立ったりとか、働くこと自体はそんなに嫌いではないので。なるほど。なるほど。じゃあ、まあ、例えばじゃあ、青木君、その日常の仕事自体も、はい、やっぱりその、これ結構プロの声優さんも言われることだけど、普段のライフスタイルが全て役者業とか、はい、その表現につながっていくので、普段の仕事をやっぱ大事にしているっていうことを言われ、はい、まあ、普段の生活ですよね。はい、に関わらず、もう私生活全てが表現にかかっていくことなので、そこやっぱり、はい、
ってますっていうのは結構第一線の声優さんとか結構言われてること多いです、うんうんうん、はい、はい、それはありますよね。そうですね、それはあります、うん、で逆に言うとその社会人という立場は変わらないとしても、別に声優だろうとね、その普段 の, しあの食うための仕事をしていようと社会人は変わらないじゃないですか、はい、で、はい、普通の社会人だけをやった時とその声優と社会人、まあ社会人というかその、まあ、食べていくための仕事を兼用するようになってから、その食うための仕事に対しての考え方っていうのはどういうふうになりましたか？その経験値がやっぱり始めたのが遅かったのでなくて、役者としてというか役者として出すための引き出しにやっぱり何にも入ってなかったんで、はい、なんか仕事とかいろいろアルバイトとかもしましたけど、なんかなるべくやったことないものを選んで、例えばコンビニで働くにしてもコンビニ店員の役が来たらこうなるなとか、あ 配達の仕事したら配達員の役が来たらこういう感じなんだとか、はいはい、いうふうに考えるようにして、なんかいろんな仕事やるにしてもやったことないもの、やったことないものっていうのでやってますね。素晴らしい、はい、そうですね。いや本当に、はい、あのあっぱれあっぱれなんだ、あのサンデーモーニングで、ね、よく使ってるね日曜の朝のやつですね、あっぱれってあるんですよ、あのサンデーモーニングでね、はい、あれ誰だっけ、張本さん元あのプロデューサーダメなやつは勝つって言うんですよ、はいはいはい、うん、ね、まあじゃあ逆にじゃあお仕事の件分かりました。プライベートはどうですか？例えば、普通にまあ例えば、サラリーマンの場合というのは、はい、まあまあ恋愛して、まあ、結婚して、はい、まあ、夢はマイホームみたいな流れになるじゃないですか、まあ、そうですね、子供2人作ってみたいなね、はい、そういったことも想像してたわけでしょ、もともと。そうですね、はい、してましたね。一つという形のね。もちろん、はい。はい。まあ、それがまあ役者という、まあ、道、表現者という道を選んでからは、そこにどういうふうな感覚になったんでしょうか。はい、なんですか、休みの日もなんか、エンタメに触れたいっていうのがやっぱり多くて、はい、例えば、まあ、アニメを見たりとか、DVD、映画を見たりとか、うん、あとは人の舞台見に行ったりとか。そういうのになんか割くようになりましたね、時間を。結構一人で見に行くことが多いんですか？一、はい、人で見に行きます、ほとんど。あ、結構大人がなんか大きくは多そうなイメージなんですけど。まあそうですね、なんか友達は多いのかな。それはあまり多いっては断言はできないですけど。そうですね、でもなんかそういう映画とか見たいなって思った時は一人で行きますね、大体。あ、それは結構一人で結構その作品に集中したいとか。なんかそうですね、なんか入り込みたいみたいな、はい、なんか席とかも結構特殊 なんか結構後ろの方で見たい時とか、あ、はい、前の方で見たい時と結構気分で変わっちゃうんで。なるほどなるほど。できれば自分の見たい席で見たいんで。あそうか、やっぱりこうあれですね、やっぱいろいろとちゃんとこだわりがねあってやってるんですね。そうですね、はい。これ結構ね、じゃあお友達、まあ今あれです、まあ、こういう、まあ、コロナのご時世ですけど、コロナの影響っていうのは青木くんにとってはどうですか？はい、コロナ、そうですね、やっぱりその本当に目の前でやる機会、舞台とか、はい、そういう機会がやっぱりどんどん流れていって、うん、できなくなったっていうのが一番大きいですかね。で結構それで動画配信とかに人が結構流れていってて、はい、はい、配信とかそういうので、でも自分はあんまりそういうのやってないのでほとんど。じゃあ今後ね、まあ、ちょっとお時間もなんだかあっという間でもうあと数分しかないんですけども、うん、はい、あら、はい、早いね。早いですね。早いですね。どうせ早いです、うん、いつも言われるんですけどね、あの青木くん、これじゃあ新しく何かやるとしたら今何やりたいですか？チャレンジするとしたら、そのエンタメの世界で自分が表現者として、はい、今言ってたそういうあの配信とかやってないとかって話ありましたけど、なんか聞いたことありますか？はい、一番今やってみたいのは、まあ今流行りきっちゃってるかもしれないですけど、やっぱり YouTube ですかね。なるほど、はい、やっぱり YouTube ですよね。 YouTube で例えばどんなことやりたいですか？ YouTube で今、まあ自分が今ラジオでなんかやらせていただいてることで、やっぱり面白くなってきたものも、やっぱりラジオの時間って決められて
るので、FM とかですと、やっぱり、ループしたいわけね、この時間でやってくださいっていうのがあるので、なるほど、まあ、自分のそのコンテンツに合った時間でやれるようにっていうので。ああ、そっかそっか。はい、じゃあ、それはちょっとね、何かお手伝いできるように、僕も頭に入れておきます。はい。じゃあ、そんな感じでね、あっという間にお時間来てしまいましたけれども、また青木くん、はい、ゲストにね、ぜひ参加していただきたいんで、はい、またお声掛けさせてもらいます。はい。ねめこん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、くしろさん、ありがとう。はい、ありがとうございました。はい、はい、では、さよなら。二人職場行こう。はい、OK でーす。ありがとうございます。こんな感じで。そう。今日結構真面目に掘り下げてましたね。日曜の朝ね、うん、大丈夫大丈夫、バッチリです。大丈夫ですか？バッチリです。よかったです。うん、まあそんな感じなんで、はい、家で結構飲んだりするの酒は？な、一人で飲んでも楽しくないなと思っちゃうんですよ結局。あ、そうなんだ。はい、誰かと飲んだ方が楽しそうだなっていうので、家だとあんまり一人では飲まないですね。あ、そうかそうか、そうか、私も一人は、はい、一人飲まない。飲まない。あ、そう。はい、うん、全然美味しくないもん。まあ、美味しくないよね。はい。確かに。はい。まあ真面目だね。そっかそっか。あ、でも YouTube はね、そんな難しいことじゃないからね。本当。そうですね。うん。例えば Zoom で、やった Zoom ってはい、できるので、はい、知ってる？録画、はい。はい。4人、その中、何人、4人とかでやってんでしょ？今、ラジオはそうですね。はい。そうだよね。多分それを録画して、4人でやってる、ズームを録画して、それにテロップ入れて、アップロードするだけでも面白いと思うよ。あー、確かに。そうですね。まずは、手間をかけずに上げるっていうのがすごい大事なんだよね。はいはい、自分で敷居を高くしちゃうじゃん。はいはい、うん、あれが結構もったいなくて。はい。それで結構みんなさ、敷居が高いっつってみんなやんないんだよ結構。はいはい、まず編集が大変だとかいろいろですよね。で、難しいこと考えちゃって行動しなくなっちゃうから、まず一番簡単な方法で上げていって、はい、だんだん慣れていったら難しかったことが簡単になってくんだよ。だから10分かかったのも1分でできるようになってくんだよね。はい、それを繰り返していくだけで多分できるようになるんだけど、まあ大多数がそれやらないんで、逆にちゃんと、はい、逆に言ったら、うん、確かに、はい、最初はもちろん無名な人しかいないじゃん、うん、はい、そのうちそこにさ、ちょっとずつ有名な人をやら払ってちょっと出てもらったりとかして、うん、はい、まずそれで再生回数増えたりとかするんで、うんうん、はい、声優ショッキングとかもそれで俺数字稼いでたから、はい、声優ショッキングはやっぱりその多少有名な人をちょっとその安いギャラで出てもらうっていうね、はい、やってたんで、はい、あれ、はい、2、3年やってたからね、うん、うん、あれほっといても今でも再生回数伸びてるからね。うん、たまに見ると面白いですね。そう。うん、ああ、なるほど。はい。だったら伊勢さんなんですね。あ、そうですね。そう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 。伊勢さん。面白い。そう、だから、やる YouTube ってまずやる、まず立ち上げちゃうことの方が多分。うん、はい。で、そうですね。何個もまず立ち上げてて、何個も放置してる。しかも一番伸びてるのが、プロ野球選手のスクショ、はい、動画で、はい、プロ野球選手のタイトルが9回裏の逆転劇みたいなタイトルでチャンネル作ったのね。はい。それをただ自分が遊びでやってるやつをただ録画してて、それをアップするだけで、はい、再生回数10万回超えてるやつあんだよ。おお。例えば王貞治がホームラン打ったりとか、はい。そういうやつとかで、はい、コメント入ってんの。はい、全然特大やないやんみたいな。特大のタイトル入れてて、はい、全然特大やないやんとかさ、はい、カクカクやんみたいな。すげえ、うん、それちゃんと買う人がいるから。はい。はい、うん、ああ、なるほど。なんでもいいんで、なんかなんでもいいんで、うん、もう別にダメだったら消しちゃいいわけだから、うん、とりあえず、なんでもいいから自分でなんでもいいから YouTube のチャンネル立ち上げて、なんでもいい青木荘のチャンネルって形からまず始めてでもいいし、いや、はい、名前使わないで、もうテスト用にどんどん上げてみるっていうところから、やった方がいいよ。やった方がいいって言ってんじゃん。殺すわよ。はい、今ね、ナルトのに出てくるオロチマルを最近鍛えてるんですけども。ああ、オロチマル、僕も、なんか人の、マネやって。はい。オロチマルのモノマネして。
オロチガールのモノマネ。はあ、はあ、あ、ちょっと私、サスケくんが欲しいの。あの、YouTuber の人のあれいつも見てんすよ。そうトップンさんっていう人の、自分がオロチマルだと疑わない一般男性の料理 YouTuber。料理めっちゃ面白いんですよ、はい、あの人がいつもあのチューニングでやってるんですよ。はあ、はあって言って、私って、それを真似してます。いつも俺はあの最近あれですよ、あのオロチマルを極めるのにハマってて、あの、はい、全部見て、今ボルト見てるんだけど、あの、はい、オロチマルはもうね、今でも出てくるじゃない？ボルトになっても出てきます。出てきます、出てきますね。オロチマル有名、もうあのドラゴンボールで言うともうフリーザの存在だなっていうイメージなんだけど。そうね、もう本当。そう。で、まあ最近俺スカット系のね、作品毎週やらせてもらってて、でそれ、はい、途中スカット出てくる、なんか解決する人の時に俺結構オロチマル使ってたよね。そうなんだ。おはい、ね、あれちょっとね。そう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 。そうまあそうですね。ちょっとね、だから今スカット系のなんかチャンネルもそうだし、まあ今リフォームの会社もちょっとやってるんで、リフォームもね結構漫画とかを使ってね宣伝してるとこもあったりするんで、漫画の動画やっぱ作れるっていうのはうちのちょっと売りにしたい部分あるんだよね。うん、はい。いるからさ、声優をねできる人がいるわけだから。うん、はい、うん。なんだかんだ。この前はさ、ダメだったけど、あの、角川の案件あったじゃない？角川の案件あったじゃない、はい、あの、秋元ほら、辞退したじゃない。でも、あれは、はい、結構ね、吹いてて、角川の、あの、我々に、どっちが強いシリーズってだったんですよ。あの、はい、ライオンとトラがどっち強いとか。はい、で、はい、その後になんか発生して別の会社から、角川から受注してる別の会社があって、はい、YouTube のまた会社があって、はい、ここの会社からもオファーが来て、で、はい、こっちで図鑑シリーズってのがあって、恐竜とか昆虫とか、はい、それがこの前ね、合わせるともう20本撮ってるんですよ。あ、そんなに来てんの。そうそうそう。で、全部博士の役は富田誠さんで、すごいっていう。あ、富田さんだ。そうそう、富田さん、はい、で、なぜかあのターゼンって役があったんですけど、ターゼン、はい、あのちょっとターザンみたいなちっこいターザンやつがあって、うん、あれは金田ゆかりさんになっちゃったんですよ、うちのメンバーのね。あ、はい、金井さんはめちゃくちゃ美味しい。美味しいよ。一言としてあーとかうーとかばっかり。あーとかうーって言うしかないの、セリフが。ああ、おっきいとかさ、そんなしかないの。ああ、はい、うん、人の言葉ほぼ喋んないみたいな感じの、ターザンの。お腹すいたみたいな。うん、で、なんかで、それをかける15本とかやってて。すごいよ。で、角川の作品で、角川のチャンネルに出てるんですよ。すごいすごい。うん、だからそれ継続してたりするんで。はいはい。だからやっぱりボイスサンプル、まあこの前の東宝の件あったじゃないですか。あれ木村君だったんですけど、あれも、はい、たまたま昔ユーンさんを使っていただいた方なんですよ。はいはいはい。あれはね、もともとその東宝のゴジラを作られていた監督の助監督さんがいまして、はい、で進撃の巨人のエレン巨人ってあるじゃないですか。実写版の進撃の巨人。はいはいはい。その進撃の巨人のエレンの巨人役、はい、から輩出したんですね。あれボディですよね。ボディ、ボディ、うん、ボディの巨人になった時の中に入ってる人、うんうん、はい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 。それね、東宝スタジオに入り浸ってる中で仲良くなった人がいて、で、あ、その人が小林清さんと同じ声の人探してるんですよみたいな話になって、小林清さん、はあ、はあ、なるほど、じゃあいたらみたいな話になった時に、たまたまユーンさんがうちに入ってきたんですよ。はい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 。ユーンさん、小林清さんのモノマネずっとやってると。はい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 。小林さんと送ったら通っちゃったんですよ。はい。でそれでなんか東宝のその東宝じゃねえ、そのゴジラの監督さん、川北さんって監督さんだったんですけど、その後亡くなられたんですけど、その方の、はい、もう最後の作品、はい、その作品のクリエーションに採用されたんですよ、はい、リュウンさんが。すげえ、すごい。はい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 。うちに入って、もう結構5年ぐらい前ですけど、入って1ヶ月ぐらいでいきなり決まって、はい、で、そこからなんかいろいろこう、なんか大阪芸術大学の卒業作品なんですけど、
それで装甲巨人ガンボットっていうなんか特撮アニメみたいなやつがあって、はい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 、それのなんかなんとか役みたいなのとナレーション両方使ってもらって、すごい、そうチャンスって、はいはい、でその中にいた人がなぜか大船さんって人なんですけど、僕全く、はい、全く覚えてないんですよ。はい。お久しぶりですってメール来て、はい、私転職しまして東方に行きましたみたいな、それで1回の案件が来たんですよ。いやーいいですね。ほうほうほう。しかも内容的には東方シネマズで放送、流れるし、はい、東方ドームでも流れるし、はい、っていう、はい、たったの15秒の中のセリフっていうところで、はい、案件をいただいて、うちしかない、はい、ライバルいないんですよ、はい、だからうちのメンバーだけだから、はい、ライバルがだからすげー美味しかったですよね。惜しかった。うん、でもあれ、まあ、本来はユンさんじゃないですか。だからユンさん知ってるから。で、はい、ユンさんで出したんですよ。うん、そしたらユンさんだけじゃなくて、何ちょっと比較が欲しいんでっつって言われたんで、一気に7人ぐらい送ったんですよ。うんうん、で、その後、浩平が選ばれた。ねえ、素晴らしい。でもこれは青木くんが選ばれることだって可能性としては十分にあったってことなんですよね。うん。あった。ね、あったってこと。はい、男性オンリーだったので。そう。うん。はい。そうそうそう。誰いや私も出たいもなっていやそれ出たいよね、ねえ、うん、出たいですよそれは、うん、串田千鶴みたいな名前で出せばよかった。いやもう全然行きますよ、男の声でさ。いや大丈夫、まあ、まあまあまあそういうなんか、はい、チャンスってやっぱそういうところにあったりするので、はい、うん、だからそのまあそこがでも何が起こるかわからないってことですね、うん、だからまあ続けていないとダメだっていうことと、続けていないとまず無理だということと、あとやっぱ時間の融通が効くかっていうのはでかいですよね、はい、うん、この業界ではね。そうなんですよね。うん、だやっぱり普段の仕事っていうのがね、なかなか難しいとかあったけど、うん、まあ、山田さんもそうだけど、山田さんなんかウーバーイーツで稼いでるし、普段は。はい。うん、やっぱり普段はやっぱ、ね、最近タイミーとかって出てきたけど、タイミーとか使ってる？いや、使ってないですね、わかんないですよね、だから。なんか、ゲームやってるでしょ、はい、だから、あれ、いいよ。やってますね。ね、なんか空いた時間に仕事ができるとか。うん、まあ、徐々にある意味そういう役者をやってる人たちとかでも行けるなんかこう稼ぎやすい環境っていうか、なんかいます、いっぱいありますもんね、そういうのが。そう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 、はい、あ、じゃあウーバーイーツとかやったことないんだ。仕事としてちょっと今説明は聞いてるところです。ウーバーイーツもちょっと説明を聞く必要ある？なんかウーバーイーツやってる会社のところで、うん、まあ登録じゃないんですけど、ちょっとそれの説明を今度聞くところ、説明会みたいなのに行くっていうだけなんですけど。そうなの？はいはいはい。あのもうパパってやっちゃった方がいいよ。そうだね。だからなんか、もう、はい。うん。ダメなエリアは上野。上野。なんか、え、どこだっけ今住んでんの？もう小金井です。武蔵小金井なんで。あ、でも昔小金井、武蔵小金井いいでしょ、結構。多分そうですね。はい。だから本当に稼げるのはでもなんか出前館らしいよね。あ、そうなんですか。出前館か。だから出前館は現金集金があって、はいはい、新宿エリアでなんかその、なんかああ、なるほど。お釣りをちゃんとその預かって、なんか生産しに行くんだって。はいはいはい。意外と現金集金今でも結構多いんだって。特に出前館。いや、その方が楽ですもんね、絶対。そうそうそう。で、それを対応すると結構仕事が増えるんだって。はいはいはい。で、あとはもう稼いでる人はもう原付を月2万とか3万で借りて、チャリンコじゃなくて原付でやる。そうですね。うんうん。その方が稼げる。自転車は結構限界があるっていう。で、俺一回バギーでやろうかなと思ったけど、やっぱうるさすぎるからやめたよね。意外と場所取りましたね。場所取る。そうそう。うん。はい。うん、排気ガスで多分食べ物がダメになっちゃうじゃないか。積んどくと。まあでも、いろいろやってみるといいよね。それも経験だ、はい、うん、はい。はい。まあまあまあ、そんな感じで、楽しい会話ね。またじゃあ、ちょっとゲストお願いしますよ。はい。ぜひ全然。ちょっと全然時間。青木のラジオに、そのオンラインでやってんの、今、それ。はい。青木のラジオ。いや、普通に収録でやってますね。収録行ってんの？収録行ってます、今。はい、すごいね。その本当にコロナ禍の時は Zoom でやりましたけど、でも今は普通になんかスタジオというか、貸しオフィスみたいなのとか借りたりして、マイク4本とかでやってますね、今。すごい。あ、会議室みたいなの借りてやってんの？そうです、そうです、そうです。あそこでマイク4本置いて？
やってんの。はい。はい。なかなかだね。うん、なかなかだ。そうです。ちゃんと収録してるんで。そうなんです。だゲストもそうなんですよ。やっぱり出ていただきたいんで。うん、何曜日大事ですか。何が収録が放送が放送。放送は火曜日です。火曜日の3週目。うん。あ、そうか。毎週火曜日の21時から22時。ああ、なるほどね。そうです、そうです。結構やってんの期間は。もう前から。僕はパーソナリティ入れてもらってから1年半ぐらいです。あれ ?1 年半ぐらい。ここにいるその一緒のメンバーっていうのはどういう人っていうか、なんか知り合い、俺知ってる人いる？いや、中井さんと直接知り合いの人は多分いないと思います。はい。はいはいはい。意外と知ってるからね。そうですね。だからどこまで知ってるか分かんないですけど、JJ が毎回聞いてますってツイッターに上げてました。すごい JJ! すごい！JJ さんと舞台で共演した女の子も一緒なんですよ、パーソナリティで。へぇー。あ、なるほど。そっち目当てだ、多分。そっちので調べて聞いたら、青木さんもいたみたいな。なるほどね。知り合いが2人もいるから聞いてますみたいなのをこの間ツイッターで喋りました。あ、なるほどね。はい。そこのメンバーで COG はいないの？ COG はいないですよ。なんで COG？COG 今度ちょっとゲスト出そうと思ってさ。あの人三重県だからね。そうですね。ちょっといろいろいじんでるとなと思ってね。多分ラジオやっても何喋ってるか分かんないからね。多分ね。確かに。大丈夫ですか？使用事用で。喋れないかもしれないですよ。トイレから出てこないですよ。あ、使用事出てこなかったの？使用事用本番でトイレから出てこなかったんです。なるほどね。本番の僕監修で囚人を中に入れるんですけど、うん、どう考えても一人足りないんですよ。あれ？どうしたの？あきくんどうしたのそれ？で全員とりあえず裏の人気づかなくて、でみんな出番だから出るじゃないですか。で僕が見送ったら裏に履ける、うん、あの芝居だったんで、裏履けて楽屋ガチャって開けて、少女がいないってすぐ言いました。探してっつって、うん、えっつって、でなんかしれっと中に入れましたけど、舞台に。はい、入れちゃったんだ。そうです、なんかザーって音がして、トイレ流れる音がして、ガチャって出てきたんで。いやー、やばい、やらかしてる。それ本番でやったんですから。すごい。半端ねえなぁ。そうですか。もう大変だったんですよ、あの回。未だに覚えてますもんね。だからこんなに。みんなで絵を描いたやつよね。はい。あれ、川本さんの絡みとかは今ないんだ、あんまり。川本さん、そうですね。本当に、一回全然関係ない時に、なんか本当に区の施設みたいなところで隣で稽古してた時ありますけど、海賊の会。あれっつって、廊下で会ったりとか。あ、そう。全然。僕も別の劇団で稽古に参加してて、で、隣の部屋が川本さんの劇団の稽古で。うんうんうん、っていう時で会ったぐらいで。あ、本当。そっかそっか。はい。わかりました。じゃあまた連絡しますよ。はい、ぜひ。多分さ、これ今度またZoom で収録もできるよね。多分 Zoom 結構音質いいじゃん、 LINE より。 LINE よりはそうかもしれないですね。 Zoom の方が聞けないよね、あれがね。でそのまま録音できるから、うん、オペレーションしながら、はい、まあ、しかも顔も見れるしさ、うん、はいはいはい、はい、ちょっと収録もできるかなって気もするんで、ちょっとまた、はい、とかさ、いろいろとこう、はい、作品の撮っていきたいなと思うんで。終わりました。うん、はい。どうしよう、いろいろと。はい。こんな感じで、今日はお疲れ様。はい。またラジオに音声送りますんで。はい、はい、お願いします。じゃあ、すいません、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい。はい、失礼します。はい。